バッタソフト、これが噂の品のようです。はい、幻想社8階霊陽介です。今回は虫入りソフトクリームについてです。その名の通り、ソフトクリームに昆虫が入れられて売られているそうなのですが、どんな味なのか調査していきたいと思います。それでは行ってみましょう。こちらは長野県にある旅館です。快適な温泉なのですが、なぜか名前が毒沢温泉という怖そうな名前です。一説によれば、昔の権力者がこの温泉を気に入り、怖い名前にして人を寄せ付けないよう隠すため、毒沢と名付けたという説もあるそうです。料理も良かったです。それでは虫入りのソフトクリームが売っているという諏訪湖のほとりに向かいます。のどかな風景です。鳥たちがいます。売店がありました。その時、バッタソフト、これが噂の品のようです。早速注文してみます。名前の通り、バッタが突き刺さっています。虫が嫌いな人には耐えられない光景かもしれません。ここまで来たら後には引けませんので、味も見ておきたいと思います。見た目の通り、昆虫のシャリシャリとした食感が歯に伝わってきます。味は佃煮になっているので、ほとんど佃煮の味付けにかき消されて、虫本体の味はほぼ感じ取れないのが逆に幸いだったかもしれません。目をつぶって食べれば、お魚の佃煮などとも大体似たような感じかもしれません。昆虫を食べるのは生まれて初めてです。売店をよく見ると、何やら見つけてしまいました。バッタお焼きとは何でしょうか？これも買ってみたいと思います。見た目としてはこちらの方が恐ろしいです。群れになってひしめき合っています。黒光りしている足や羽が不気味に輝いています。味としては密集している分、甘辛さが濃いので、お茶と一緒に食べたくなります。それではご視聴ありがとうございました。電車に乗っていると、おバステという駅がありました。もしやと思ったら、やはり有名な日本の昔話、おバステ山の伝説が伝わる土地でした。実際の場所はこのように、とても景色のいい場所でした。